年末のやはり気ぜらしさと相まって一年の中でその京都の中における顔見せっていうのは本当にえ大事な年中行事です9年ぶりの顔見せということでございましてしかもそれが襲名ということで出演させていただけることに大変光栄に思っております。 私にとっては、何から何まで初めての体験が引き続き続くわけですが、前にも変わらず、一生懸命、自分ができる限り、あるいはそれ以上のことに向かって精進してやっていくだけだと思っております。僕はまた僕なりに本当に少しでも、先ほど四代目が言われたように、少しでも前に進むと、二度目、三度目に向かって前に進んでいくということが、やらねばならないという思いでぶつかっていくだけだと思っています。